皆さんこんにちは。出島クッキングのチョーです。中華料理では海南菜のオイスターソースを使った炒め物が定番です。今回は栄養と美味しさがワンランクアップするレシピを紹介します。海南菜を一袋用意します。根元の部分を少し切り落としてください。芯の部分の皮が若干硬いところがあるので、それをピーラーで剥いてください。こんな感じでいいです。全部処理したら流水でさっと洗ってから、ザルにあげて水気を切ってください。細切りにした赤パプリカと白髪ネギをあらかじめ用意しておいてください。白髪ネギを水に10分ほどさらしてください。お椀に醤油大さじ1、オイスターソース大さじ1、砂糖小さじ 0.5、 塩小さじ4分の1弱と水小さじ4を入れてよく混ぜ合わせたらタレの完成です。オイルサーディンを一缶使います。お箸でサーディン1を約3等分ぐらいに切っていきます。オイルから出さなくてもいいです。鍋の水に塩、油と砂糖を加えて強火で沸騰させたら中火にかけてください。まずは海南菜の芯の部分だけをお湯に入れて40秒ほど茹でてから、全体をお湯に浸して1分半から2分ほど茹でてください。お湯に砂糖を入れて茹でたら、海南菜の苦味を和らげることができます。茹で時間はお好みの食感によって調整してください。茹で上がった海南菜をすぐ冷水に浸してください。水気を絞ったらお皿に盛り付けておいてください。鍋に油を少し引いて中火で熱したら、豆豉小さじ1、サーディンと缶のオイルを入れて香りが立つまで炒めてください。炒めるとき、サーディンをあんまり潰さないようにしてください。赤パプリカを入れてさっと炒め合わせて、油が馴染んだら先ほど用意したタレを回し入れてください。ひと煮立ちしたら火から下ろしてください。出来上がったサーディンのタレを海南菜の上にかけて、白髪ネギを散らしたらお召し上がりください。オイルサーディンとタレの旨味が海南菜に絡み、個性のあるコリコリ食感で箸が止まらない美味しさです。なかなか手に入りにくいですが、見つけたらぜひ食べてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。